昨夜、西宮市の路上で男性が刃物のようなもので複数回刺され重傷を負った事件で、警察はきょう現場から逃走した20代の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。昨日午後9時50分ごろ、西宮市鳴尾町の路上で50代の男性が男に刃物のようなもので複数回刺され重傷を負いました。刺した男は凶器を持ったまま逃走し、男性は警察に知らない人に刺されたと話していました。警察は殺人未遂事件として逃げた男の行方を追っていましたが、現場近くの防犯カメラなどから男を特定し、今朝20代の男を逮捕しました。警察によりますと、凶器については現時点で確認できていないということです。警察は男と男性の関係を捜査するとともに、動機などについて詳しく調べる方針です。